キのワンポイントレッスン。なんとかこんにちは、ミッキー島です。さて今月のレッスンは皆様お待ちかねのスター直伝レッスンです。そして、教えていただける方は、はい、チューチュートレインやウーマンなどで90年代の J-POP をリードしたシンガーソングライターの中西恵三さんです。どうも、中西恵三です。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今日は、ケイスケとミモも参加させてくださいね、お願いします。さてさて、ソウルフレーバーあふれるアーティストとして、自らの作品のみならず、他のアーティストへの提供された曲でも数多くのヒット曲をお持ちの中西さんですが、その中で今回お願いした曲はですね、ミッキーも大好きな珠玉のバラード、眠れの思いです。きたー、これがね、もうほんまね、もう何これ、何これ、いやいや、すごい、いや、ちゃんと歌います、カラオケで。いや、だから今日レッスンしたいんですよ。そう、ほんまね、はい、この日を待ってました。そうですよね。もうなんやったら家にまで押しかけて教えてもらおうかと思ってたから、ね、この場ができてほんまに感謝ですよ。あ、そうですか、はい、名曲ですよね。ね、今日はもうガンガン行くだよ、ガンガン。では早速眠れる思いの歌いどころを教えてください。お願いします。はい、そうですね、まずは、はい、あの歌ですからね、やっぱ一番大切なことはやっぱ詩の意味とかですね、はい、やっぱそういう、ストーリーの中にどうやってこう自分自身が、投影されてですね、入り込んでいけるかとか、そういうことが一番、大事なんじゃないかなと。それをリアルに、自分の感情として、ドドドッと出せれば、それはそれであの説得力があるはずだと、ね、それが音程がどうであれ、リアリティというところで人の心は動くはずだと、よく俗に言う、はい、下手馬なんていう言葉もありますけれども、はい、それはその下手っぽく聞こえるんだけれども、やっぱそのリアルな感情に、あ、この人いいなと、ほっとけない歌だなっていうのが、いい歌だというふうに、あの音程だけでもやっぱりダメだと思いますね。で、はい、そこはその一番ベーシックなところだとして、はい、その先にやっぱりあの一つ一つ、なんていうんですかね、あの、どういうふうに表現したらいいのかなといろいろ考えてきたのですが、あの歌の、メロディーの波と言いますかね、波、はい、それからこう起伏と言いますかね、その、ダイナミックレンジなんて言いますけれども、ダイナミックレンジ、小さいところから大きいところまで、そういうあの抑揚と言いますね、だからなんかそういうものをやっぱりこう上手につけていくと、感情の変化があの出るんではないかなと、あの波乗りなんかもなさるというふうにこう聞いておりますけれども、ね、詳しいですね、詳しい、波をこう乗るようにっていうかね、あの波を読むようにとか、そういう感じでなんかこう歌あの壺と言いますかね、そういうものを読んでいただけると、いいのではないかなと。なるほど、はい、最初から、今あなたは思っているよってなんかドカーンと言われてもなんかしんどいじゃないですか、そう、重いですよね、重いよね、僕よくそれで失敗してます。あ、はい、だから優しくこう、入っていくわけなんでしょうけど、夜のシーンの中でね、その今あなたを思っているよなわけですよ、でその今あなたをってこう、今あなたを、一つのこう山が、はい、ちっちゃなあの波を感じるわけですよね。探しているよ。でもまた二つ目の波が。二山。超えた。なんかこうそんな風にこう、連結していくわけですよね。波はまださ、ゆらりゆらりだねっていう。でその A メロと俗に言いますけども、その、ここの、冒頭の部分っていうのは、そういう波の連続で、優しく、解いていくような凪の、海を、感じていただければいいかなと。ね、でどんな悲しみがってちょっと少し独白、自分の方にふっとこう戻ってきて独白ですよね、もっとひょっとしたら、なぎと言いますかね、このどんな悲しみがその背中にっていうのは強い必要は全くありませんよね、まだ抑えていいですね、ぐっとここでもう一段抑えるぐらいでもいいかもしれない、そして、僕を遠ざけるっていうあたりから、なんていうんですかね、感情がこう溢れてきそうな、向こうの方にちょっと乗れそうな波くんじゃんみたいな、すごく分かりやすい説明でありがとうございます、なんかそんな感じの予感を感じるという、切ないくらいには来た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 、切ないくらいにって、ね、2位のところで、
もうここ踏み込みすぎてると、はい、余力ないですから、はい、まあ、なんていうんですかね、車で言いますと、うん、トップに入れる前の4速とかですね、トップが5速なんですね、はいまあ、そんな感じです、うん、でまだ少し余力あるぞと、はい、でぐっと暗いにでもう盛り上がっていって、ここで踏み込みます、ね、で届かぬはもうブワーンっていうこうバックスでガンと、そこがもう、そのまでちょっとあの堤防の中 の、 あの、うん、入江だったのが、はい、外海まで出ちゃったから、ブワーンっていうこう、届かぬとこう、なんか波がやっぱりこう、来るわけで、そこのなんかこう、あの外海の大きさみたいなものが表現できながら、あの感情がうわーっとうねるように、あの歌えると、まあ、あの景色が見えるわけですよね。あの気持ちのこう経過がよくわかると、あ、そうかそうか、いうふうに思いますので、うん、まあ、そんなふうにこうあの波の連結、そして、まあ、そのシーンにあってはどういう、あ、これは景色と景色で捉えればこんな感じかな、自分の得意な、あの車なら車でもいいですし、あの波乗りなら波乗りにちょっとあのなぞらえて、なんとなく歌の道筋を読んでいただけると歌ってより響くようになるんじゃないかなと。あ、なるほどね、そんな風に思います。あ、そうですか。僕でもよくここで「とうどうかぬ」の時に気持ちが入りすぎて「とうどうかぬ」って声が裏返ってしまう高いですもんね、入りすぎて、そうですね、やっぱあの大きな波も冷静さも必要ですよね。そうそう、乗る瞬間はですね、そうなんですね、乗れちゃったって喜んでやったらすごい落ちますから、ドーンと。そうですね、やっぱそこを、まあ、気をつけていただきたいね。あそこさんの、はい、1箇所とか2箇所かちょっと拳っぽく回ってるとかじゃないですか、はい、こう遠どかぬ心もですか、心もです ね、 ね、ここなんかすごくね、いつも心地いいなと思って聞いてるんですけども、タタタタン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 ってこうあの、まあ、ピアノの練習曲みたいな旋律ではあるんですけど、まあ、そこでなんかこう少し、うん、あのまあ、スピード感と感情がこう盛り上がってるっていう感じで、はい、まあ、そういうあのなんていうんですかね、あの装飾譜みたいなものがつくわけですね。届かぬ心もって、あ、抱きしめてそばにいる、眠れ、こっちの方なんかは眠れぬ想いはなんつって、おー、かっこいい、ちょっとフェイクっぽく崩して、あのここはもう最後の大盛り上がりのところですので、そういう風にする場合もありますよね。なるほどね、でも確かにこういう細かいところを意識してる人って、うん、カラオケでも、あ、うまいなこの人って言いますもんね、言えるよね、上手にあの流れに乗れてると言いますかね、聴、いてる方の気持ちもやっぱそういうあの景色の中に運んでくれるというのが上手な歌なのかもしれないですね。いやいやいや、波に乗る、さすがスター駅伝です。ね、なる、いやーもうね、これほんまちょっと完璧に覚えて、はい、うまく波に乗って彼女をゲットします。いや、やばいじゃないかな。いやいやいや、気持ちしないよ、気持ちワイプアウトしないよ、頑張ります、頑張ります。ご覧の皆さんもですね、バッチリ覚えられたことと思いますよね。はい、心にしみる珠玉のバラード、眠れぬ思い、ぜひ歌ってみてくださいね。長瀬さん、今日は直前レッスンありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまたこのサウンドカフェでお会いいたしましょう。バイバイ。じゃあ。